元ヤンキーの男性有名人2選1、的場浩司、3月28日生まれの浩司はスイーツが大好きで子供も大好きというギャップ系ヤンキーです。ボクシングジムに通っている期間中に喧嘩をしたため、ジムを退会させられた経験もあるくらい喧嘩っ早いそうです。しかし喧嘩相手に選んでいたのは薬物利用者や女性に手を出す悪いヤンキーとのことで、そのような優しい性格だったからこそ芸能界でも活躍したのかもしれません。しかし噂とは裏腹に、地元民の証言だとただの走りヤンキーだったとのことで、浩司の話す武勇伝は全てリーダーの話だったとも言われています。2、赤井秀和。8月17日生まれの赤井秀和は元プロボクサー、今はボクサーとして人気ですが、デビュー前は大阪で赤井さんを知らない人はいないというくらい荒れていることで有名なヤンキーでした。学生の頃、電車内で偉そうに座っているヤンキーの足を蹴り上げブチギレさせたのですが、こいつは赤井秀和やからやめとけと諭されるほどヤバいヤンキーだったそうです。また赤井さんも的場浩司と同じく、喧嘩を売る相手は主に恐喝しているヤンキーや悪さをしているヤンキーだったとのことです。ちなみに赤井秀和のプロボクサー時代は21戦中19勝を収め、どついてどついてどつきまくるというスタイルから、なにわのロッキーというあだ名も付けられました。チャンネル登録お願いします。